晴れた日など与那国から見える台湾。西方111km に台湾、東方127km に石垣、その間に浮かぶ周囲30km の与那国は日本最西端国境の島です。沖縄の奇祭、与那国の祭り。冬の時期の25日間に5つの祭りが行われ、その間は一切の獣肉を取ることが禁じられています。その4番目にあたる馬長祭りは豊作の祈願祭です。与那国の歴史上の除血、三愛そばが暮らした場所で行われています。三愛そばは16世紀頃、与那国を支配していた女酋長で、巨体の上、怪力の持ち主であったと伝えられています。与那国の歴史は数々の悲劇に包まれています。人頭税という過酷な税金に苦しめられた与那国の人々、クブラバリ、この岩の裂け目を妊婦に飛ばせ、妊婦とお腹の子を間引きしたと言われています。海が荒れるたびに船の出入りもままならず、与那国は隔絶された孤島となったのでした。ソナエ港は与那国島の北側に、クブラ漁港は西側に位置しています。昭和20年代、ソナエ港は与那国の中心集落の港にもかかわらず、港口部にリーフが発達し、40トン以上の船が入港できず、クブラ漁港を利用していました。しかし、クブラ漁港も波が荒いときは入港できないことも多く、地元から備え港整備に対する要望が強く出されていました。それを受けて、当時の琉球政府は浚渫工事と防波堤を整備しました。本土復帰後、国の補助事業により港湾改修整備に取り組みました。昭和50年から60年に物上げ場、白地などの整備、昭和61年から平成7年、防波堤、物上げ場、白地の整備、平成8年から平成17年、防波堤と海岸整備を行いました。航空写真でその整備状況を見るとこのようになります。
現在整備済みの主な施設です。岸壁水深 5.5メートル、長さ100メートルで2000トン級の貨物船が対象船舶となっています。岸壁水深 4.5メートル、長さ100メートルで1000トン級のフェリーが対象船舶となっています。他に漁船や遊漁船が利用する物揚げ場、船揚げ場があります。また延長およそ630メートルの防波堤があります。外海からの波浪を防ぐことで港内の静穏を保ち、港を利用する船舶の安全性、利便性の向上に寄与しています。港内の南田浜にある長さおよそ370メートルの護岸は、波浪や高潮から背後の集落の生命財産を守る施設です。それでは備え港整備の経過をたどってみましょう。昭和63年5月、県や工事関係者、島民が参加して起工式が執り行われました。1個50トンの小波ブロックの製作が備え港脇の製作ヤードで開始されました。沖縄県の監督員による鉄筋組の検査が行われています。型枠組み立て、コンクリート打設、その後型枠が外され、コンクリートの養生をして消波ブロックは完成です。ケーソンを製作するためのフローティングドックが久倉漁港に曳航されてきました。防波堤の本体となるケーソンの製作状況です。鉄筋組みが行われています。一貫のケーソンが出来上がりました。高さ10メートル、長さ20メートル、横幅21メートル、重さ2000トンを超える巨大なものです。自然の猛威に耐えるよう頑丈に作られています。ケーソンの基礎マウンドとなる捨て石の投入が行われています。基礎マウンド上にケーソンが据え付けられます。注水の後、中詰め土砂が投入され、上部コンクリート打ちが行われて完了です。いよいよケーソンの設置です。波の穏やかな日を選んで慎重に作業が進められます。
コンクリートミキサー車が台船に乗せられて運ばれてきました。ケーソンの上部コンクリート打設が行われています。作業前の体操や安全点検は事故防止のために欠かせません。工事を円滑に行うために工程会議も定期的に開かれました。工事中、たびたび襲ってきた台風。過去にも数々の大きな被害に遭っています。その都度対策を立て、被害を最小限度に食い止めてきましたが、工事の難しさを痛いほど味わわされました。平成6年8月、与那国は台風13号の直撃を受けました。備え校の建設は簡単ではありません。また、だからこそ備え校の一日も早い完成が切実に待たれていたのでした。与那国の学校は中学校までです。高校以上の学校に行くには島を出るしかありません。こんなところにも離島ならではの苦しさがあり、備え校は与那国の発展や人々の生活と深く結びついているのです。50トンの消波ブロックが一つ一つ丁寧に据え付けられています。平成15年9月、防波堤西の整備が行われています。
平成17年、注水が行われ、最後のケーソンが設置されていきます。このケーソンは、季節防波堤との接続点となる重要な位置にあることから、位置の調整はこれまで以上に細心の注意が払われました。ケーソンの中に入れる土砂が運ばれてきました。中詰め土砂の投入。上蓋となるコンクリートの打設が行われています。こうして防波堤工事は着々と進んでいきました。最後の上部コンクリート打設です。蘇内港の建設は難工事のため、現在に至るまで実に30年の歳月がかかりました。港内には歌に歌われ親しまれている南田浜があります。渡嘉敷沖から運搬した砂を投入し、溶品を行っています。工事の際には、汚濁防止膜を設置し、環境に配慮しながら進められました。平成11年度から行われた海岸整備により、南田浜は昔の原風景を取り戻しました。直立護岸の船敵防護から、関係者護岸や用品を中心とする環境に配慮した面的な防護整備を行いました。関係者護岸により、岡ヤドカリ、岡ガニ、ヤシガニなどが産卵などで海岸へ行き来しやすいようにしています。護岸の背後には、アダン、モンパノキといった在来の樹木による植樹帯を設け、背後の住宅地域への波しぶき、暴風、飛沙を防ぎ、安全と景観の向上に努めました。地元住民、観光客が気軽に訪れることができる憩いの場として、以前にも増して親しまれる海岸となっています。波の黄金白金
在来馬で1メートル20センチ余りの小さな馬です。全部で100頭ほどしかいません。闘牛の飼育です。与那国では闘牛大会が盛んで、観光の目玉の一つになっています。与那国の主な農業は、租生産額の順にサトウキビ、米、肉用牛となっています。稲作はずっと昔から現在に至るまで行われています。与那国は二期作です。名物のカジキ漁、黒潮の海の与那国は漁獲高を誇っています。500年の歴史を持つ与那国織は、庶民の野良着だったドゥタティ、首里王府への奉納品だった花ウイ、そして細帯のカガンヌブー、旅の無事を祈って贈られたお守りシダティの4つの織があります。優れた景観の多い与那国島は、近年海底遺跡の発見、テレビドラマドクターコトー診療所の舞台となったことから注目を集め、観光客も年々増えています。神秘と謎に包まれた土南の魅力はとどまるところがありません。日本最西端、日本で最後の夕日が今まさに沈まんとしています。うだんまちり、馬長まちりの翌日に行われる海上安全祈願祭で、25日間のまちりの最後を飾ります。長い歴史と伝統のある祭りは、与那国ならではのものです。備え校への期待が人々の喜びを一段と高めています。旅の航海安全を祈る踊りです。与那国は昔より台湾はもちろん、大陸や東南アジアの国々と交流があった歴史があります。
防波堤の完成によって備え港内は静穏を保ち、フェリーなどの就航率も向上することができました。今後は利用船舶、観光客の増加が見込まれます。また与那国島は日本最西端という地理的条件なども生かし、台湾をはじめとする諸外国との経済や文化交流の拠点としても期待されています。ソナイ港は魅力のある与那国島の振興や発展に大きく寄与していくことでしょう。